るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶし。サナちゃん見てる、ちょうだせー感性を割と割と感性、今日はですね、くるちょもチャンネル初めての、はいはい、清澄白河に来ました。なんじゃと、ごめんね地名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 、ごめんねカメラ系ガジェット系、うん、の YouTuber の方、うん、結構この清澄白河に映えスポットいっぱい歩いてきたくるちょもちゃん、ほんまですよ。そんなのね、清澄白河ってそんなに有名では、あ、なんていうんですか、そんなにね、いや俺聞いたことないですよね、うん、初めて来て、うん、どんぐらい映えるところなのかという忖度なしに。なるほど、今からチェックワンツーするわけですね。チェックワンツー、 OK、 していこうかなと思います。はい、はい、それではよろしくお願いします。よろしく。おしゃれ。なんか写真撮りたかったけど、視線がちょっと。そうだね。メンタル弱めです。メンタル弱めです。ちょっと中入ってみます。入ってみましょう。ちょっとね、写真もいっぱい撮ってきます、ね。うん。ドロドロ。なんて長屋？長屋や。めっちゃおしゃれや。確かに。ここ全部そうや。そうだね、あ、すごいすごい、これのクラシックネがやばいっすね。うわー、ほんまやわ入る？入ります。行ってみる、はい、やっぱ開けるわ、映えてますよ、ね、すごいね、なんか、うん、めっちゃおしゃれですね。かわいいね。誰もいないですよね。人はいないな。やってないかな。11時から、あ、まだだ。トイレ、すごい、え、飽きない中ってなっちゃう。すげえ。江東区公衆便所、なんかすごいな、なんかそのノスタルジックなものと、うん、現代のおしゃれなものがもうこう入り乱れとんね。そうね、非常に良きですよ。確かに、ね、カメラ系が来るのは分かりますか。まあ、なんとなく分かるね、うん、ここ行ってみる。ちょっと行ってみましょうか。あ、ここもお寺だ。浄土宗霊岩寺。お寺多いよ。ほんまに多いな、うん、ここは何やろね。出世不動産って。出世不動産、あー素晴らしいね。出世不動産か、これは。行ってみますか。入れるんや。あ、なるほど。ここにこの使える方ご自由にお持ちくださいという、食器とかもあるよ。普通に使えそうな。全然33ミリないかな。めちゃくちゃおもろい。まあ服とかやな。杖とかもある。杖、うん、お皿お椀。へえ、なるほどね。うん、なるほどね。猫ちゃんがいますね。あらまあ、これはこれは、こんにちは。めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗。こんにちは。可愛い。めちゃくちゃ人慣れしてる。全然逃げへんよ。ニャンス、ニャンス、ウリウリ、起きて、ウィーナ、おいでよ。大
黙れ人間って嬉しいんや、尻尾動いた、ね、ふもふやな、ね、もふもふいいな。どう映えとる？合ってる映えてる。この街映えとる。悔しいけどバレた強烈に噛んだクルちゃんがね、はい、調べてくれたカフェがすごいおしゃれなカフェ、福田荘カフェっていう。これとかもすごいな。これこれじゃない、うん、バレて。あ、でも俺が調べたとこじゃないな。もうこれじゃないか。でもここもなんかすごいね。すごいね、うん、ウニウニさん、何屋さんか分からんな。カフェかな。カフェは何のこと。ウニ、ウニとしか分からんこの先、まだもうちょい先か。清澄白河。いや、なかなか、うん、ね、あの時間ゆっくりある人はいいんじゃないですか。まあ、なんかちょっとなんかノスタルジーに浸れる街ですね。とても高円寺の優しい場みたいななんとなくわかるわ高円寺は強いもんな。ちょっとそうですね、大好きなんですけど、いろいろ強いからな。次回は高円寺で、昔間違えて入った高円寺のの事務所に乗り込みたいと思います出た。これまだまっすぐです。ここら辺の渡ったところらへんないですか。駐車場ある。マンション、家、マンション、なんかその中に急にパンって出てくるんかな。 C 社とか行けるとこですかこれ。めちゃくちゃええやんここ、ね、あそこだ。これだ。すっごいね。さあ見つけました。やってないの。すごいな。あ、なんかこのいっぱいテナントがあるんや。あ、すごい。うん、1階と2階といろ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 入ってるんや。101がカフェやね。理科室とか。ただそうか。めっちゃおしゃれやん。もう全部おしゃれやん、ね、このトタンの感じも。本日2階のお店は休みです。1回やってないのかな。1回目やってないんじゃない、まだ1時からやん。あー、そっか。かわいい。隅々まで歩けばいっぱいありそうっすね。ありそう、めちゃくちゃいろいろありそう はい、ということで清澄白河少しだけ歩いてきました、うん、非常にね、やっぱり映えます、うん、俺らちょっとしかちょっと歩けなかったんですけど、うん、まだまだ探せば出てきそう、ね、掘れば掘るだけ出てきそうやいや本当に本当に。最後ちょっと行ったカフェもまだやってはいなかったんですが、うん、これは相当映えそうなカフェだな。あそこ行きたかったね。行きたいね。ちょっとリベンジですね、ま、そうですね、うん、もし清澄白河詳しいよって方はね、コメント欄で教えてください。はい、その中にもね、他の場所でもここ映えるんで行ってみてくださいみたいなね、場所があればコメント欄で教えてくれたらなと思います、うん、待ってるよそうね、待ってるよ待ってるよはい、今日は清澄白河映えるのか検証してみた、お送りしました。ありがとうございます。案件くれ案件くれ